ごめんください。はい、どなた様ですか？隣のアナンです。カラオケの音がちょっと大きいんですが、もう少し小さくしてもらえないでしょうか？あ、すみません、気がつかなくてすぐ小さくします。お願いします。すみませんでした。おはようございます。おはようございます。昨夜はどうもすみませんでした。いいえ、私は夢中になるとつい声が大きくなっちゃって本当にすみませんでした。いいえ。佐々木さんの部屋から煙が出て大変だったんですよ。え？アイロンをつけっぱなしにしてたでしょ。中に入ってみたらアイロン台が焦げていて、もうちょっとで火事になるところでしたよ。え？本当ですか？どうもすみませんでした。本当に気をつけてくださいよ。火事になったら大変ですからね。はい、これからは気をつけます。本当に申し訳ありませんでした。どうも遅れてしまって申し訳ありません。はあ、リーさん、どうしたの？みんな待ってるよ。すみません、ちょっと忘れ物に気がついて取りに戻ったものですから。そうか、でも電話ぐらいするもんだよ。はい、途中で電話しようと思ったんですが、なかなか電話が見つからなくて。そう、わかった。じゃあみんな待ってるからすぐ行こう。資料揃ってるね？はい、揃ってます。そのコートかっこいい。よく似合ってるね。そう？ありがとう。いい色ね。この色好きなんだ。軽そうだし。うん、軽くて着やすいんだ。高かったでしょう？うん、まあちょっとね、給料なくなっちゃった。小川さんおしゃれね。いや、それほどでも。本当に上手だよ。プロの歌手より上手いんじゃない？いや、そんな。いや、本当本当。リーさん、中国でもいつもカラオケに行ってんの？いや、そんなに行ってませんよ。そう。僕なんか
いくら練習しても下手だから上手な人は羨ましいよ。いいえ、伊藤さんにはかないませんよ。いやいや、さあ次伊藤さん歌ってください。 B さんの後じゃ恥ずかしいけど、じゃあ一曲だけ。待ってました。さん、お国ではどういう仕事をしてるの？コンピューターのソフトウェアの仕事です。そう、具体的にはどんなことをするの？銀行のオンラインシステムの開発をしてます。難しそうね。それには何か資格が必要なの？私の会社では特に資格がなくてもできます。でも例えば情報処理技術者の資格を持っていればもっと有利なんですよ。そう。日本人は一つの会社にずっと勤めるって本で読みましたけど、伊藤さんもそうですか？一般的にはまだそうかもしれないけど、私の場合はちょっと違うんだ。いわゆる転職組なんだよ。ということは以前他の会社に勤めていたんですか？そう。 B さんは？私も伊藤さんと同じですよ。確かに一つの会社に長く勤めるってことは難しいですね。働きがいがあって人間関係もうまくいって